先週相馬選手のバカと踏んでもらいたいなんで、グレート公式 YouTube チャンネル、前回に引き続きグレート実験マッチの模様をお送りいたします。グレート実験マッチとは、伊藤孝則、渡辺相馬が UWF ルール、通常のプロレスルールで、様々なプロレス界の強者たちと試合をし、成長をしていくための舞台であり、その模様を皆様にもお楽しみいただきたいという趣旨になっております。実況は私、村田春夫です。よろしくお願いいたします。そして解説はグレートのエグゼクティブディレクター田村清さん、そして今回もう一方、グレートのチーフテクニカルオフィサーのカズ林選手でお伝えしていきます。田村さん、カズさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、今回、まあ、カズさん、はい、初めての登場ということになるんですが、はい、やっぱプロレスルールマッチとなると、やっぱカズさんが必要かなと、あ、はい、まあやはり見る側にとってはグレート、 UWF ルールは田村さん、はい、そしてプロレスルールはカズ選手と、はい、今そういうね、まあ、はい、見方をしていると思うんですけども、その見方は正しいんでしょうか。私的にはですね、やっぱ両方ともちゃんとできるような選手になりたいので、相馬にしても伊藤にしても、そういうふうにみんな持っていますので、はい、分け隔てられへそうにな感じで、はい、なんすか、思われるようなレスラーになりたい。わかります。その理想はね、本当カズさんも持ってらっしゃるというのはよく伝わってるんですが、となると、じゃあ例えば UWF ルールの試合とか、UWF の技術であっても、カズ選手がおここはとか、こうした方がいいんじゃないかってところに関しては、積極的にやっぱ意見交換だったり技術交換をしていこうとお考えなんですか。僕はね、教わってる立場だから、全然そんなの。おあれですよ。そういうことなんですか。そうです。一選手としての。あ、そうです、そうです。そうです、そうです、そうです。いや、私もてっきりですね、前は伊藤選手や、そして渡辺選手のね、ちょっとお兄さん的というか、はい、お父さん的立場のものかなと思ってたんですが、はい、あくまでも三兄弟なんですね。三兄弟でありたいんですけども、はい。はいはい、お父さん的な立場もありますが、はい、でも、UWF に関しては、もう、僕にとって、はい、師匠、うん、師匠というか、先生というか、はい、にちゃんとついていてですね、はい、いろいろ教えていただけて、はい、いけたらなと思っているところです。田村さん、どうですか、この UWF 選手としての数、林選手の可能性。してくださいよ。そうですね、その前に、なんか調子悪いですね、今日。初めが悪いですね。でも、あれなんですよ。前回、シュープロの、ああ、はい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 。はいはいはい。はい、やった時があったじゃないですか。あの時ですね、僕、あのやつを見て、異常に声のトーンが低いなと思って、はい、今日僕、かなり上げてきてます。あ、なるほど、テンション上げてきてますね。テンション上げて、はい、調子上げて、でも空回りですかね。空回り。確かにね、リング上でもね、まあ、こういったメディア出演でも、まあ、カズさん、どん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 そのね、はい、重責というものがあるんで、はい、まあ、確かに自分をこういったメディアの中でよく見せる意識というものは大切かもしれません。はい、頑張ってそこも勉強していきたいと思います。はい、じゃあということで、今日解説よろしくお願いします。言えてませんね。あれですね、今日ツッコミが激しい。あれもともと田村さん厳しいですよね。道場でも厳しいんですよ、はい、なんですかね、もちろん練習に対してもそうなんですけど、それ以外のことに対してなんかちょっとしたグローブを、あるじゃないですか、グローブをつけて練習するんですけど、そのね、左右逆につけたんですよね。だから親指はこっちのやつをこのままこうつけるとしたら、まあ、誰も見てないなと思ってたら、ずっと田村さんを見てて、それ、逆だっていうことを、笑うんじゃないよ、そうまって言って、田村さんが見つけたのに。グローブ初めてですか、つけるの。グローブなんかこうつけて練習したことないですね。
あ、じゃあ初めてだ。はい。この間初めて、はい、購入をしました。普通、まあ、グローって右と左じゃないですか。はい、で、右を取ってきたんですよ。おガッと右を取ってきて、右と左に入れようとしたので、あ、それ違いますよと。で、隣にいた相馬が知らん顔してたんで、いや、相馬笑うなよと。林さんです、この小ボケをかましたけど、お前笑うんじゃないよ。違う。あれは、相馬見てなかったですよ。あ、多分気づいてた。田村さんしか気づいてないんですよ。相馬見てなかったんだよね。それを細かく。でそれで相馬さんが困ってんの見てまたニコニコしてらっしゃる。ああそうですね。それ僕になんか言いづらい立場じゃないですか。はい、そうですよね。まあでもね、林選手が、はい、右と左のグローブをつけなきゃいけないのに、はい、右と右をつけようとしてましたね。はい。あれをほっとくと難しいでしょ。はい、いや僕バレてないと思うんですよ。あ、なるほど。はい。だから、しれっと変えようと思ったんですけど、はい、でも、田村さんに言われて、気づかれてるなと思って、あ、なるほどね、早いなと思ってですね。はい。だから、あれですね、僕からしたら、ことを大きくされた感じです。これ多分ね、一生言われますね。一生言われるし、あとこのままよくとね、ちっとも試合が始まらないというですね、すいません、緊急事態になっておりますので、先に進行してよろしいでしょうか。はい、すいません。じゃあ今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは、今回のセカンドマッチとなります対戦カードをご紹介いたしましょう。グレートシングルマッチ、30分一本勝負、伊藤貴則対吉江裕。まずは田村さん。はい。伊藤選手は 10.15 グレートバージョン0、後楽園ホール大会では UWF ルールでの、まあ、ダブルバウト、はい、経験されましたが、まあ、今回グレートではプロレスルールの試合初めてになるんですが、はい、伊藤選手のプロレスというのはご覧になったことあるんですか？いや、ないですね。はい、全くない。じゃあ今回初めてご覧になる。初めてですし、はい、プロレスの解説自体も初めてですね。すごい面白いですね。そうですね。だから僕はその前もって言っておきますけど、はい、あのプロレスの予備知識がないので、うん、だから解説じゃないと思うんですよね。わかりました。立場的に。はい。はい、じゃあ、期間のない意見を。いただければ。はい。まあ、伊藤選手に対するですね、何か気づくところがあれば、ぜひ、はい、バンバン言っていただきたいと思います。で、カズさん。はい。まあ、今回、吉江選手が参戦ですね。はい、まあ、はい、もう結構、長い間とか買って知ったら仲という感じですか？あ、自分は、はい、吉井さんとは仲良く実践できているところは、はい、あります。もともとグレートが始まる前まで伊藤選手はもうレッスルワンという団体で生まれて、レッスルワンでしか育ってなくて、はい、やはりあの大きな選手と戦ったことがなかったんですよ。うん、自分より、うん、彼も120キロぐらいあったのかな。はい、これもともとマッチメイクはない。誰の発案なんですか？吉井さんですか？はい。社長ですか？社長です。社長案ですね。はい。で、まあでもそうですね。いい、大きい選手とはいい経験がありますもんね。はい。1.5 倍ぐらい体重差ありますもんね。そうですね。だからなかなかそういうふうな相手の選手と戦うっていうことがなかったので、はい。結構、こう、外国行ったりとかの人もみんな自分より大きい選手の方が大きいじゃないですか。その中で経験としてはやっていった方がいいっていうのと、日本人でやっぱりあれだけでかいっていう人はなかなかいないので、はい。まあ、そのレッスルマンさんが120ありましたけども、グレードに当たってちょっとね、はい、体重も落としたんですよ、ね、98ぐらい、はい、となってくると、それよりも今の伊藤選手は吉江選手の体重差が大きくなってる中でのシングルマッチということになりますもんね。はい、はい、そうですね。今までだったら自分よりも小さい相手だったから、こういうふうな戦いだけでやってればいいんだっていうような感じだったんですけども、さらに自分より大きい選手っていうふうになると、やっぱ全然これじゃかなわない、じゃあどうしたらいいんだっていうことを考えるようになるので、いいですね、はい、っていうのを見越して、ファーストマッチのね、確かに、相馬選手と永井選手のコンセプトと、まあルールは違いと同じということになりますね。はい、じゃあ果たして一体どんな試合、そしてどんな結末が待っているのでしょうか。それではいよいよグレート実験マッチが始まります。
どう攻略していくか、この巨体吉江裕、そして伊藤貴則、チャレンジマッチとなります。おお、まあ、元々伊藤選手は、まあ、バックボーンとしてフルコンタクト空手、そしてまあスープレックスを得意にしてるんで、田村さん、やっぱりその、まあ、UWF ルールの方がまずすんなりと入ってこれたのかなっていうのはあるんでしょうか。あ、伊藤、はい、伊藤ですか、はい、そうですね、まあ、その打撃、空手をバックボーンにしても打撃もすごくセンスがある方だと思うんで、ええ、UWF のスタイルの方がすんなり入ったかもしれないですね。ただ、今もね、はい、ね、まあ、今回伊藤選手も初めて試合を見させてもらうんですけど、まあ、それによっては、まあ、どっちが向いてるっていうのを、うんうん、すごく興味はありますね。だって今最初にファーストコンタクトね、ローキックから出ましたもんね。やっぱ巨漢退治はそういった末端から狙っていくというのが本能的に分かっていたのか、伊藤貴則、そしてグラウンドに持っていきますが、まあでもね、これ上になられると、お前50キロぐらい体重差があると考えたら相当厳しいですよね。厳しいですね。もし田村さんと使うとしたらどうやって崩すんですか。肩すかしですね。肩すかし、はい、肩すかし、わかりました。いや、ちょっとマニアックな全然、あの、いや、普通にこう、すかしていくっていう意味なのかなと思ったんですけど、肩すかしっていう技があるんです。そう、そうです、はい。どんな感じなんですか。肩すかしは、はい、まあ、スポーツモール技なんですけど、はい、ついて投げ、あ、倒すような、まあ、要は、倒してグラウンドに持っていくという展開。そう、そうです、はい、うん、はい。さあ、捕まえてもやっぱり強い吉江選手、そのままこれサイドヘッドロック、もうこれだけでもカズさん、重いですよ、はい、あ、本当に150キロで、体重の乗せ方とかも、もう自分のウェイトのコントロールとかがやっぱりうまいので、だってここ何年も変わってないですもんね、体型も体重も。そうですね、だからやっぱ単純にシンプルに重いっていうのがやっぱ目につくと思うんですが、うん、はい、吉江選手のすごいところはその体重で戦えるってことですよね。そうですね、はい、どうしてもやっぱ何ですかね、コスチュームピンクだからですかね。なんかこう、優しい、優しいなんかキャラクターに見えちゃうんですけど、はい、だけど、なんだろう、この体重でやっぱあれだけこう瞬発的にパーンって動くじゃないですか、はい、なかなか日本人でいない、ね、いないですね。時には飛んだりしますからね。はい、ありますね、はい、さあ、しかもこういったもちろん基本的な技、トーホールド、まあ、レッグスプレッドのようにしっかりとこれね、片足も足で踏みつけて、さらに膝に向かってボディープレス、さらにトーホールド、まあ、こういったところは本当基本に忠実、やっぱり足で崩しに来てるから、うん、まあ、足を封じ込めようっていうのが、はい、すぐに分かった、まあ、伊藤のことなんで多分知らないと思うので、はい、はあ、瞬時にね、さすパーって思いつくんだろうと思うんですけど、田村さん、まあ、やっぱりその、まあ、U ルールですよね、やっぱ一発で関節を取ったら一発で決めるっていうところなんですが、やっぱプロレスルールなんです、こうやってじわじわまあ、相手のね、ダメージを蓄積させていって、まあ、最終的にはホールを取ったり、マイッターをさせたり、はいはい、まあ、追い込んでいくスタイルといいますかね、プロレスは。どうです、こういう違い。まあ、伊藤選手ね、ご覧のようにちょっともう、追い込まれてますけども。そうですね。どうでしょう。戦い方のね、リズムも間も全然変わってきますから、うん、エルボードロップ、ただのエルボードロップではありません、150キロのエルボードロップです。よく返しました。まあ単純に150キロは落ちてくるわけですから、はい、すごいですよね、エルボードもそれは受けるわけですから。普段150キロが乗っかってくるのかもしれないですからね。150キロ、そうですね、持ち上げる、ね、バーベルとかで持ち上げることはあっても、はい、落ちてくることはないですからね、はい、150キロあるものが多分家に多分ないような気がするんですよね。
だからやっぱその練習にしても、じゃあ例えば150キロを想定した相手と戦いたいってなっても、やっぱ練習相手もなかなかいないでしょうしね。ああ、そうですね。はい。これも厳しい。まあ、肩逆エビ固め、ハーフボストンクラブですが、背中に乗っているのはその吉井豊の重さと力です。思いっきり乗ってますからね。これでエスケープするとなると、痛みもそうですが、相当体力を持っていかれます。これ背中に乗ってるとですね、はい、お腹のこう、空気が、うん、なんか入らないから、もうね、苦しくてしょうがないですよね。それ聞いたことがありますね。やっぱ乗られたりとか、やっぱバーンって落とされた時に、体中のなんか肺中の空気が全部抜けちゃうみたいな。ああ、そう、そんな感じ、そんな感じです。はい、でそのためにやっぱその呼吸を整えるのにまた時間がかかって、はい、でその間に相手に攻められるとさらに追い込まれてしまうという、うん、おさあ、いいですね、だーショルダータックル一発です。よく先輩の顔をハイキックビッグブーツで蹴りましたね。いや、カズさんだってやってるでしょ。人を見るとそう思うんですね。そうですね、はい、私はカズさんがそういう風にやってます、ね、レジェンドの顔をバンバン蹴ってるのは見たことあります、ね、本当ですか、はい、さあ、この蹴りです。ああ、逆水平一発。いや、田村さんいかがです、この真正面から打ち合うというですね、まあ、ある意味強さとタフネスさを競うような攻防ではありますね。はい、まあ、あまり僕はね、ちょっと正直言うとね、つまんないんですけど、ね、どういった部分が、もしくはどうなれば田村さん面白くこういう攻防が見たいっていう何かの欲求があるということですか。多分ね、そのプロレス感の違い、はい、思いだと思うんですけど、僕はもう昭和のプロレスを見て育ったんで、ええ、で、まあ、ちょっと加えて、お客さんもいないんですよ、はい、こういう実験的な場所でやってるので、はい、まあ、そういうのが加わってるのも知らないんですけど、まあ、あとは伊藤。どうなんですかね、こう伊藤選手の技術って、まだまだプロレス的な技術で。いや、もう、1年、結局やってるのが1年ぐらいなんですけど、それでここまでできてるっていうことは、はい、負けるんですよ。だから、いい方なんですか。はい、まあ、確かにフルコンタクト空手、まあ、打撃が一番得意な中でこの、まあ、プロレスの世界に飛び込んできて、まあ、スープレックスとかもね、巧みに使いこなしたりしますし、まあ、素材としてはね、まさにやっぱ伊藤選手いいですよね。素晴らしいと思います、はい、あ、でもこれ危ないですよ。これ吉江選手の得意技、ほら来た。食らいたくないですよね。そうですね。何ですかね。またターンバックルがあの、なんですか、とこで押されてガクってくるのがね、首のダメージが半端ありません。まあ、こうやって150キロ、まあ、180センチ、150キロの吉江とかの攻撃を真正面から受け止めて、伊藤としては、まあ、攻略していかなきゃいけない。でも今のところやっぱ押されまくっています。投げられませんよね、まずね。いや、投げれないでしょうね、さすがに。だから、でもね、伊藤に関しては、はい、やっぱもともと、やっぱ空手でもう極めてるというか、ずっとやり続けているっていうのがあるので、ええ、なんていうんでしょうね、まあ、スピリッツ的なものっていうんですかね、そういうものが感じられるんですよね。はい、やっぱりプロレスだけやってきて、プロレスだけの技術っていうふうになっちゃうよりは、はい、はい、でもしかするとこのグレートの、まあ、うん、UWF ルールとそしてプロレスルールが、はい、まあ、常に、同居しているこの環境っていうのは、はい、伊藤選手には合ってるかもしれない。
や、合ってるんじゃない、いや、そもそも、はい、プロレスってそういうもんっていうのがあるので、自分の中でですね。さあ、今、やっと崩すことに成功しました。おお、水面蹴りです。やっぱり蹴り技ですね。そうですね。蹴り技に活路を見出しました、伊藤貴則。サッカーボールキック。蹴りがいのある肉体に思いっきり。しかしカウントは2です。さあここからです。これ一発でも投げることができれば150キロが今度は吉江にとってあだになります。これバックドロップを狙っているんですが簡単に外していきます。あ、ハイキック、ぐらついた吉江に対して今度こそ決めた。150キロバックドロップです。だがこの程度で根はありません、吉井豊。さあでもここは攻めどころ、はい、あんまりなんかね投げ切ってないっていうような感じがしましたね。あ、今のバックドロップでした、もうちょっと上まで投げ切れるかなっていうような感じでしょうか。まだそこまでの力がないのかもしれない、うん、そうですね、まあね、一流レスラーでもなかなか吉井選手を綺麗に投げるのはまあ難しいですから。おお、空中同締め落とし、これも吉江選手の得意技。そこから先頭、いやあれ反則じゃないですか、しないとダメでしょ死ぬわあれ。でもルール上 OK なのかもしれないですね。あの人道上反則かもしれないですね。人道上反則いやね、すごいね、今田村選手はずっと、田村さんずっと興味深げに見てて、あの戦闘でいきなり声出しましたもんね。そうですね。体重差30キロ以上の場合は戦闘を禁止にしないと。ああ、そういう風なルール、はい、ちょっと重量レスラーはクレームつけられそうですよね。あ、そうですね、うん、ああ、今何か吉江選手がとどめを刺そうとしたのか、うん、まだだと伊藤選手が足にすがりついています。さあワンツーエルボーだが微動だにしない吉江、重い、うん、裏剣、裏剣、さらにもう一発カバーに行く、リング中央、これは自力で返す。裏剣も吉江選手が磨き抜いてきた得意技の一つです。これまずいですよ、これ、これ田村さん、戦闘どころの話じゃないですね。伊藤は避けたい。どこまで行くんですか。まあ来るか、吉江のダイビングボディープレス、カウント3、13分12秒ダイビングボディープレスからの片指固め、吉江豊の勝利です。いやー、最後はトップコーナーから。これは説得力ありますね。でも、まあ、吉江選手にとってもこのダイビングボディープレスというのはリスクのある技なので、うん、やっぱ大一番だったりとか、うん、ある程度の相手にしか繰り出さないんですが、うん、伊藤選手に出してきましたね、カズさん。そうですね、うん、はい、もうこれレスラーとしてはすごい嬉しいですよね、あのそこまでやってくれたというのが、うん、まあよくあれじゃないですか、やっぱ戦闘で返したからじゃないですか。あ、そっか、あの戦闘を返したかと、これはちょっと一発大きいのを出そうと、そういった思いがあったのかもしれません。どうでした。はい、もういつも吉江とは変わらないですよ、どんなタイプの選手であろうが、はい、ね、でかい体でぶち当たってくるやつはその、はい、ね、逆にぶち当たり返すし、ね、別に小細工して来ても俺は別にそれ付き合うわけでもなく、なるほど、ね、この体が武器ですから、はい、そのため武器をね、はい、磨くために日々体のデカ、デカさを維持してるわけですから、ね、はい、で今日の対戦相手についてはどんな感じの印象ありました。はい、いや、あのいいと思う、いい蹴りは持ってますね。あ、本当ですか。なかなか、はい、あとは何だろうな、まあ、タイミングなのか、まあ、俺が弱ってるところなのか、やっぱこの体をね、まあ、引っこ抜いたと投げましたね、大したもんですよ。まあ、でも最近俺もね、
結構その力の使い方とかうまく入り込んで、はい、弱ってところでね打って投げるタイミングを、分かってる選手が多かったか昔以上に投げられることは多いですけど、あでもでもなるほど、じゃあいかんですね、もっともっと体重を増やさないと、いやでもそれも、試合の中で一つですから別にそんな俺が投げられたところで、はいまあ、そんなびくともしないですよそんな、ね、何度もじゃないけど、はい、投げられることあるしこんだけ投げられるとね、こんだけ体重背負ってると自分の体重がね、あだになるんですよね、ボラの次ですよでも、それだけのことをやれても耐えうる体はいつも作ってますからそれがプロレスラーじゃないですかそうですね、確かに技術を磨くのもそう、はい、でも、どんな技にも耐えて反撃できる、まあ、体を作るのがプロレスラーですそうですね、あれ出したはい、もう痛いプロレス大好きですなんかまあまあ確かにその足取ったり出取ったりって、はいまあ、確かにそれは基本ですけどプラスやっぱねこれだけの体を武器に使えるプロス痛い分です大好きですじゃあまたこちらの、あのグレートからオファーがあったらもちろんもちろん、はい、もっともっとどこでもいいですよ足腹、まあ、腹はもうこんだけの腹しますからもう頭でも腕でも、どこでも蹴ってきてくださいそれ以上のもので返しますから、楽しかったですありがとうございましたありがとうございますよしさん、でかい、重い、強い、あなたのザ・プロレスラーって感じで、今まであんなにでかい人、この人とやったことなくて、もうプレスもボディや裏剣も強烈で、やっぱ自分、ちょっと減量したんですけど、ちょっと持ち上げれなかったり、パワー不足も感じたんで、これからは。動きももっと速く、蹴りも強く、そして投げる威力もパワーもどん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 つけてああいうでかい人たちもどん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 投げ飛ばしてポスターするレスラーになりたいと思いますまた、ああいうすごい人たちとどんどんやらせてください会社、お願いします試合が終了したわけですが、まずは和林選手、まあはい、あのレスルワン時代からのはいまあ、お付き合いということでだから伊藤選手にとっては本当久しぶりのプロレスルールでの試合ということになったんでしょうかね、はい、あそうだ、そういうことですねいかがでした、はい、あのコンディションは全然良さそうな感じで、うんはい、移りましたねあの試合中に田村さんがおっしゃってましたけどお客さんなのか分からないですけどスピリッツのもと出てくれたらなというようなことはあります、うんあとバックドロップで投げきれなかったのが、あの多分そういうことが今までなかったと思うんですよ、うん、あのレスルワン時代ですね、うん、今までの人生の中で人を投げきるっていうことが多分なかったと思うんで、今回そういうふうな、今まで出会ったことない人間と出会えたわけじゃないですか、はい、でいうことは彼にとってまだ新たな目標ができたんで、はいまあ、すごいなんですかね、いい経験になったんじゃないかなと。そして田村さん、はいまあ、初めて、はいまあ、こうやってプロレスルールの試合をじっくりと見た上でしかも解説という立場でとても興味深げに試合をご覧になってましたがどんな感想をお持ちでしょうか、まあ、感想は特にはないんですけど、うん、そうですね、まあ、伊藤選手が、まあ、この今回の試合を10年後ぐらいに振り返ってみてあの感想を聞いてみたいですねでもまあ吉江選手ですか、はい、吉江選手やっぱり説得力がありますねうんでも最後はもうこっちがヒヤヒヤしてうんそういうところでやっぱり何かその最後の大ボディプレスでしたっけ、はい、あれもすごく印象に残ってるんで、うん、でも伊藤のは全く何も残ってないんで、まあ、その以上ですかね、はいまあ、なので、まあ、前回のねファーストラウンドの、まあ、渡辺壮真選手、まあ、永井選手に、味わった悔しさと、まあ、多分今回伊藤選手もね吉江選手に味わった悔しさというものがあるんで彼らが成長した後
またリマッチみたいなね、はい、そういうのを見てみたいですよね。そうですね、実験マッチにふさわしい感じだったなって。そうですね、はい、はい、なんかね、ちょっと僕これ言わない方がいい、使うか使わないかですけど、うん、まだね、なんかちょっと伊藤に対してですけど、はい、プロレスをちょっと舐めてるような感じには僕はちょっと捉えましたね、うん、これも使う使わないと使ってもらってもいいんですけど、うん、全然だからもう少しなんかプロレスにしても UWF のルールにしても、まあ他何やるかにしてもそうなんですけど、やっぱちょっと、うん、ガムシャラさが、ガムシャラ、ガムサ、ガムシャラ、うん、がむしゃらさがもう少しちょっと必要かなっていう印象はありましたね。なるほど、確かに。まあカズさんもね、その、はい、もう一気になったらガーンってガンガン行ってほしいっていう気持ちの部分をおっしゃってたんで、はい、だから季節して、まあ、田村さんもその気持ちの部分っていう、はい、姿勢の部分というものを、まあ、課題としていたのがすごく、興味深い、一戦でございました。ありがとうございます。なんかありますか。いや、なんかそういうふうに言われたらですね、結構僕も気になっているところもあって、なんか彼いろいろこういろいろな壁があったときに、今までのその高校までの人生の中で結構普通に乗り越えられてきてたのかなっていうような感じがしてですね、はい、そういうふうなもんでしょみたいな感じのところが何か見えるなっていうようなのは、はい、ただ感じる。これは使うか使わないか別として、それが普通に、はい、あるなっていうようなのは確かに感じますか、はい、まあでもね、これからどんどんその想像もつかないような壁というものが彼らの前には現れると思いますんで、はい、まあ、そういった精神的な成長みたいなものもぜひファンの皆さんにはね。そうですね、うん、それを生々しく伝えてもらいたいなっていうのは感じますね。結構、この企画は結構ドキュメンタリーになるんじゃないですか。ドキュメンタリーですね。ドキュメンタリーのジャンルに、なんかもう、そうですね、なんかなんでしょう、見えないところえぐるみたいな感じの、はい、ノンフィクション系、ノンフィクション系、そうそうそう、はい、ね、だからプロレ、はい、僕プロレスをかあんまり語れないタイプですけど、うん、もっと伊藤も相馬も、うん、予備知識勉強をした方がいいですね。だからプロレスあるいは格闘技で食っていくんだっていう気持ちがあると、やっぱり自分で勉強するのもそうですけど、予習復習ってすると思うんですよ、うん、多分彼らは、僕の今の感想ですけど、プロレスってこんなもんでしょ、うん、的な感じで消化して、うん、向上心があまりないような試合だったと思うので、もっと情熱を持って向き合ってほしいなっていうのはありますね。それって、はい、田村さんにその練習とかさせてもらってるんですか、はい、それが結構感じたりとかします。あ、練習はね、まだそこまでの段階じゃないので、とりあえずもう練習にしてもやっぱり打ち込み何千回、はい、何万回って必要なんで、うん、まだ数十回のレベルなんで、はいはい、あんまり練習、現時点での練習はそこまでの目線では見てないんですけど、はい、まあ、もうちょっと一通りそういう格闘技の技術とか経験してもらって、あとはその技術が試合で出せるようになった時にプラスそういう感情とか出していければいいと。まあ、多分彼らは本当1年、まだ3年未満の選手なんで、はい、練習がメインなんでしょうけど、そういう意味ではもっともっとどういうふうにやったらお客さんに伝わるのかとか、はい、どういうふうに練習したら自分のこう技術を習得できるのかっていうところを、もうすぐね、貪欲になってほしいなと思いますね。今はもうやらされてる感があると思うので、そういった精神的な、まあ、教えだったりとか、その姿勢の導きみたいなものはどうなんでしょう。カズさんとか、まあ、通常のプロレス団体ですと、うん、やっぱそう、はい、先輩がいて、はい、で新弟子として入ってきて、はい、さまざまなものをリング上のみならず教えを見て、はい、覚えて、はい、失敗して、はい、
っていう段階を踏めるじゃないですか、はい、でもグレートってもう渡辺選手と伊藤選手はもう2人しかいないんですよね。そうですね、うん、はい、そこの部分で、まあ、今田村さんのおっしゃったようなこととかを、うん、まあ、どう克服して乗り越えて学んでいくのかという指針っていうのはカズさんなんですか。僕の中では、はい、一生懸命背中見せようとしてるんですけどね、はい、何事もやっぱり努力に、そしてなんですかね、練習に対してもあのこう何よりも一番だっていうようなところは見せていきたいなっていうようなところで、はい、見せていこうと思っているんですけれども、まあ、いかんせんね、あのジェネレーションもかなりありますからね、うん、はい、そこでちゃんと感じてもらえてるかどうかっていうのは分からないところがありますね。ファイズ選手はすごく面倒見がいいんです、うん、細かいことでも、まあ、一緒に練習したりもされてますし、でもそれがこれちょっと違う収録になっちゃった、うん、でもそれってカズさんは林選手は林選手の教え方もありますし、でもそれがね、彼らはね今当たり前のように思ってるんですよ、うん、当たり前じゃないんだよっていうところで、だ僕にしてもそうですし、カズさん林選手にしてもそうですし、長州さんにしてもそうですし、こういう環境っていうのはね当たり前じゃないんですよ。でも今彼らはねどっちかというと当たり前のようにやってるんで、だそうじゃないよっていうのを多分、だから本人には僕直接こういうことを言わないんですけど、こういうのを、まあ、多分これ使ってもらっていいと思うんですけど、こういうのを見て本人がこうどう気づいてこう心の気持ちを変えられるかだと思うので、これ大丈夫ですか、こんな話で。趣旨が大丈夫ですか。どうなんでしょう、まあ、まあやっぱりお二方の判断だと思いますし、あでもだから今のお話を聞いてると、いわゆる言葉とか手取り足取りとかそういうことではなく、気づきが欲しい、気づけと、学べと自分で考える。そうですね、あの気づくっていう、気づけっていうのが多分酷な言葉かもしれないんですけど、今の彼らにとってみたら。でも何もね背負ってないんですよね、グレートを背負わなきゃいけないのはあの二人なんで、ね、その自覚はねもっともっと持ってほしいですね、うん、いや、いいですね、この番組いいですね、いいですね。なんか多分ご覧になってるファンの方も、うん、この渡辺選手とやっぱ伊藤選手をどう見ればいいのかっていうのは、うん、1回目とこの2回目を見て多分皆さん理解されたと思うんで、うん、よりこの実験マッチのディティールというものがカチッとアピールできたんじゃないかなと思います、うん、これはあれですね、ある意味冒頭で林選手がグダグダだったじゃないですか、はい、これを盛り返す意味で、はい、僕はちょっと頑張りましたなるほど、ありがとうございますすごい、素晴らしいと思います。いやちょっと第2回にしてなかなかのものが出来上がっちゃったかなという気がしますが、じゃあ次どうなるんでしょうね問題次のカードなんですよ。あ、はい、はい、で次回公開されるグレート実験マッチの対戦カードを、紹介したいと思います。グレートタッグマッチ30分一本勝負、カズ林、関本大輔対伊藤孝則、渡辺壮は、次回はタッグマッチ、しかもなんか測ったかのように伊藤選手と渡辺選手がこの話題の流れからタッグを組んで戦うということで、しかもカズさんと、はい、で本当にね、だからまあ短い期間ではありますけども、このボリューム2とそのボリューム3の間で、まあ、渡辺選手、うん、伊藤選手に何かかすかな気づきというものができて、はい、リングにそれが生かされるかどうかという意味でも次の試合を楽しみだと思います。それでは皆さん、次回のグレート実験マッチを楽しみにお待ちください。田村さん、カズさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。解説田村清、カズ林、実況村田ハローでお送りいたしました。ごきげんよう、さよなら。